不祥事は、池戸淳の小説である。2004年8月7日に、実業の日本社より刊行された。2007年8月に講談社文庫版が発売され、2011年11月15日には、講談社文庫新装版が刊行された。2014年4月2日に、実業の日本社より池戸淳の10年ぶりの後書きを収録して、 j ェ o b e コレクション版が発売された。2014年に、花咲舞が黙ってないのタイトルで、テレビドラマ化された。また、ドラマと同タイトルで、2014年7月号から、キスにて漫画が連載され、2015年に書籍化された。2016年1月17日から10月10日まで、読売新聞長官に、不祥事の続編として、新聞小説。 花咲舞が黙ってないが連載され、2017年9月に同タイトルで中央公論新社より文庫化された。エンターテインメント性を強く出し、現実にはできないことをキャラクターがやり、読者に漫画のように面白がってもらえる作品を目指して執筆された。池井戸の作品の中で唯一女性が主人公の作品であるが、おっさんの作家が 女性の内面や心情を描くことは不可能と当初から諦め、それらは描写されておらず、主人公、花咲舞の言動はどちらかというと、おっさんに近いと池井戸は述べている。年代は特に設定されていないが、自作、花咲舞が黙ってないによれば、時は世紀末の頃と記されていることから、それ以前であることが確定している。また舞台となる。 東京第一銀行は、花咲舞が黙ってないにおいて、半沢直樹シリーズの舞台となる、東京中央銀行の前身業の一つであることが示されており、同シリーズの銀翼のイカロスの人物が、同作にも登場している。大手都市銀行、東京第一銀行の視点で起こる、様々な問題を、相馬県と花咲舞の本部林天パンのコンビが解決していく、姿を描く。 文庫をもとにオーディオブック化されていて、大森幸と佐藤恵の朗読により、2018年にオーディブルからデータ配信された。2014年4月16日から銀行総務匿名も原作に、花咲舞が黙ってないのタイトルで、日本テレビ系で、アンズ支援で、テレビドラマ化された。また、2015年7月8日から、同テレビ系同日同時間帯で、 第2シリーズが放送された。2014年7月号から2015年9月号まで、花咲舞が黙ってないのタイトルで、キスロクオ組作画で漫画化され連載され、2015年に書籍化された。ありがとうございます。